なかなかいいんじゃない。おお、いいばい。親子の共同さ、共同さで、でかいでかい。みんなでかい。みんなでコール。あーらーせ。さあ、そっちゃらいい。ブリトニーやね。よっしゃ。タツキチの表情を撮って。タツキチの表情、あのものすごい人間。はい、それでは表彰式始めたいと思います。まあ、できるだけこっちの方に集合してください。できたらそこのスペースあたりがいいです。はい、それでは皆さんお疲れ様でした。表彰式を始めたいと思います。本日の、参加人数は64名でした。釣ってきたのが何名ですか。釣ってきた人が22名です。バスはその倍近く連れてます。はい、それでは、一番ちっちゃい魚を釣ってきたブービー賞から発表したいと思います。260g を釣った井本健太さん3000円の。はい、それでは、本日の第5位、1匹です。5位のウエイトではないですね。普通だったら1匹で 1900g、 井上さん。9300円の商品券です。はい、それでは本日の第4位、ここから2キロ台です。普通2キロ台だったら優勝ですけど、いいですね。1330g と 930g、昨日お店に来て予告してた通り2キロ釣ったカルベさん、 2260g で 13,950円の商品です。はい、それでは第3位、 1530g と 740g 合わせて 2270g を釣られた小玉和弘さん、3位ですね。18,600。はい、本日の第2位、 1600g と 1800g 合わせて 2860g をつなげた原口さん、ちょっと仕事で帰られたので、お兄さんがちょっと代打でお願いします。23,250円。あ、そっくりなんで多分分からないですね、皆さん。はい、それでは本日の優勝ですね。1匹目 2600g、 55cm をバイブレーションで釣ってきて、2匹目は 980g を釣って、2匹の合計 3580g の中鶴さん、27,900円の商品券です。はい、それでは第5位の井上さんから、本日の釣った場所パターン
は教えてください。ちょっと遅れてきてしまってみんながスタートした後だったんで打つ場所がなくなってたんですけど、下流の方の堀川水門にドライブクローの 1.8g のライトテキサスを流れに乗せてドリフトをさせて釣りました。ひったくるようなバイトだったんでもうフッキングせずにもう決まっちゃった感じでラッキーでした。ありがとうございます。ドライブクローは3インチのグリパンレッドフレームです。それでは4位のカルロさんお願いします。お疲れ様です。釣れた場所は、新橋脚よりさらに下流の、笹尾川ポンプ場のチョコレート護岸とコンクリートブロックの、隙間境目のところで両サイドでポンプ釣りしました。ヒットルアーは両方ともドライブシュリンプ3のダウンショット、アメダリカラーです。以上です。はい、おめでとうございます。次は前に福田さん、お願いします。福田さんです。釣った場所は、中島橋の上の、セメント工場の前にちょっとしたワンドで釣った理由が 3.5g のダウンショットで、使ったワンダー、今勝のセルツシャイナーのカラーは今勝若さです。今井若さですね。カバーはもう濃いの畑でも全然ダメなんで、結構外側に投げて釣りました。イベントもしてみます。はい、おめでとうございます。はい、それではラバージグにスイングインパクト 3.5 の白色で釣りました。よかったです。赤ですね。そう。はい、おめでとうございます。はい、それでは上位5人の方に質問等ないです。はい、1号のワイプでしょ、早まきです。いや、今日はもうスローやんですね。当てる感じで、ね、もう、ぼちぼち当てます。もう、目が来たんじゃないので、ここが、まさか